こんばんは。スイーツハンター庄司ゆう子です。はい、お取り寄せです。こちら通販でしか買えないモンシェールさんの堂島ホワイトロール、冷凍できます。あ、おー、金粉が、すごい見た目も重さもすごいボリューミーです。だいたい15センチから16センチぐらいですね。お、すごいしっかりコーティングされてますね。はい、カットした断面はこんな感じ。ミルクの香り広がる堂島ロールのクリームをベースに、ベルギーカレボー社のホワイトチョコレートを合わせたオリジナルのクリームを卵風味豊かな生地で包みました。仕上げにホワイトチョコレートで覆い、金箔を飾ったまるでプリンセスのようなロールケーキです。いただきます。端っこなのでこちらコーティングがしっかりしてあります。わ、柔らか。クリームがやばい、おいしい。もうあの堂島のすっきりと甘いクリームですね。周りのコーティングがすごくしっかりしていて、割と甘さは控えめです。うん、すごくねコクのあるホワイトクリームです、うん、おいしい。もう取り寄せてよかった。このままいただきたいと思います。贅沢。わ、よいしょ。クリームが、
届いて、だいたい冷蔵庫に入れて6、7時間ぐらいだったんですね。それから冷蔵庫から出して4時間ぐらい、うまいこと溶けてます。ちょうどいいですね。すごく甘さすっきりなんですよね。食べやすい、口に入れるとクリームがふわっと溶けて、ホワイトチョコレートのコクのある甘さがしっかりと残る感じです。クリームのひんやり感がたまらん。これはね、貝ですね。貝。私送料がかかるので、まとめて通販限定のを5個買ったんですけど、この堂島ホワイトロールが期間限定ということで、これ待ちだったんですよね。貴重なロールケーキです。ホワイトデー用みたいなね。こんなのプレゼントされたらもうね、全部食べるよね。自分プレゼントでもいいよね。ごちそうさまでした。モンシエルさんのお取り寄せ限定の堂島ホワイトロール、めちゃくちゃ美味しかったです。もう通販限定っていうのがね、なんかこう特別感があって嬉しいですね。はい、これからもスイーツをしっかりハントしていこうと思います。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。